ダロン・バータン・マラキアンは、アメリカのバンド、システム・オブ・ア・ダウンのリードギタリストで、サブ・ボーカリスト。アルメニア系アメリカ人。1975年7月18日に、カリフォルニア州ハリウッドで、アルメニア系の父親と、イラン・アルメニア系の母親のもとに生まれる。幼少時より、キッス、バン・ヘイレン、アイアン・ガ・メーデン、ジューダス・スプリースト、モーターヘッドなどを聴き始める。 当初はドラマーに憧れていたが、両親から与えられたギターの可能性に目覚めて、とりことなり、スレイヤーやメタリカ、パンテラ、セパルトゥラにハマるものの、やがてビートルズの豊かな音楽性に感銘を受け、それまでのヘビーメタル一辺倒だった思考を改めることになった。1993年、別のバンドで活動中だったサージタン・キアンと出会い、セッションバンド、ソイルを結成。 一回のジャムセッションとライブで解散し、マネージャーだったシャボオダジアンがベースとして加入。バンド、システム・オブ・ア・ダウンを結成する。その後、ジョン・ドルマイアンがドラマーに加わり、アマチュアでの活動が話題となって、プロデビューを果たす。2003年にサイドプロジェクト、スカーズ・オン・ブロードウェイを始動。デモテープ、ゲット・オブ・ラスター・リハーサルズを制作しただけに終わるが、 2006年にシステムオブアダウンが活動を休止したのに伴いスカーズ・オン・ブロードウェイが再始動する。2008年4月に初めてのライブを行い同年7月に最初のアルバムスカーズ・オンブロードウェイを発表した。2014年にはリンキン・パークのアルバムハンティング・パーティーのレコーディングに参加している。ヘビーメタル系のギタリストに分類されるが 尊敬するミュージシャンに、ジョン・レノンを挙げるように、即弾きやタッピングなどテクニックを重視するではなく、あくまで楽曲のパーツとしての演奏が主体である。そのため、下手と評されることも多いが、一方で繊細なアルペジオから激しく荒々しいリフに至るまで、その表現力は、ヘビーメタルの枠に止まらないほど多彩であり、新時代のプレイヤーとして高い評価を受けている。 ライブではアルバムを忠実に再現した演奏を行うことはなく、演奏中にギターを手放して観客にダイブするなど、その場のノリと感情に任せた行動も多い。ライブやスタジオでは多数の機材が使用されているが、ここでは主なものを記す。ギターの多くには、ピックアップにセイモアダンカンの SH-6 ディストーションがマウントされている。 この他に、エフェクターとして、フルトンクライドアーペダルやライン 6DL-4、ボス MT-2 などが使用されている。ありがとうございます。